はい、皆さんこんにちは、井上です。今天是高级日语的第九堂课。昨天我喝太多酒，头好痛，头好痛的泥太乙是什么呢？今天我们要学的是，身体状况不好的时候用的泥太乙。那首先刚刚讲的头好痛的日语。是頭がガンガンする。頭がガンガンする。那因为宿醉头好痛，它的日语是二日酔いで頭がガンガンする。二日酔いで頭がガンガンする。OK， 那再看一个，フラフラする。フラフラする是站不稳的状态。那通常喝醉酒的人就是这样。站不稳的状态走路嘛，那他的日语是酔っ払いがふらふら歩いています。酔っ払いがふらふら歩いています。酔っ払い就是喝醉酒的人，然后就摇来摇去走路。OK， 那再看一个，くらくらします。くらくらします。くらくら，他的意思是头晕，就是晕的状态。所以有发烧的时候会头晕吗？熱で頭がクラクラします。熱で頭がクラクラします。はい、おいが、ぼーっとします。ぼーっとします。ぼーっとします是、脑袋不清醒的时候会用。比如说、昨天没有睡觉。所以、头脑不清醒。あ、昨日寝てないので頭がぼーっとします。昨日寝てないので頭がぼーっとします。再看一个。ゾクゾクします。ゾクゾクします。是ファード的感觉。所以、風、因为感冒、身体会ファード。那他的日语是、風で体がゾクゾクします。風で体がゾクゾクします。OK、まあ、最後、学再一个好了。胃不舒服的时候，胃がムカムカします。胃がムカムカします。就是胃不舒服。OK， 那大家了解了吗？因为日语的拟态语有非常的多，而且生活上也是会常常用到，所以我之后还是会介绍几个比较常用的拟态语。那大家也慢慢累积拟态语，然后就尽量用看看哦。OK。那就今天到这边，下课，拜拜。最後に一言だけ、YouTube の説明欄に Facebook ページと、ブログのアドレス載せているのでよかったら見てください。あと YouTube のリンナもクリックしてくれると嬉しいです。でもし日本語の質問とかあったら LINE から質問くれたら。助かります。じゃあ皆さん日本語頑張ってください。バイバイ。